こんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日ご紹介するのは2種類のドーナツ。サクサクの食感がたまらないオールドファッション。しっかりめの生地で食べ応え抜群です。今回はコーヒーとも相性がいいハニーグレーズドのレシピをご紹介しますが、お好みでチョコレートでも。そしてもう一つはもっちりふわふわが癖になる定番のイーストドーナツ。ドーナツといえばこれという見た目ですよね。カラフルなトッピングやフレーバードーナツのベースはイーストドーナツのイメージですが、今回はシンプルにバニラグレーズでいただきます。材料はほとんど同じですが、イーストとベーキングパウダー、どちらを使うかで食感が大きく変わります。どちらも捨てがたいですが、あなたはどっち派ですか？それでは一緒に作っていきましょう。今回のレシピでは卵1個を使ってイーストドーナツ5個、オールドファッションを6個の合計11個のドーナツを作ることができます。イーストドーナツは強力粉と薄力粉を半分ずつ、オールドファッションは薄力粉のみを使います。イーストドーナツに強力粉も入れるのはもっちり食感を出すため。逆にオールドファッションはザクザクとした食感を楽しみたいので、グルテンが少ない薄力粉のみを使います。イーストドーナツは卵と牛乳、イースト、後から溶かしバターを加えてよくこねます。生地はかなり緩めですが心配ありません。手でこねるのは難しいので、木べらを使って2、3分しっかりとこねて2倍の大きさになるまで一次発酵です。たっぷり打ち粉をして5等分に分けたら、端を折り込むようにしてまとめます。真ん中に穴を開けて広げ、ドーナツの形にしていきます。柔らかくて扱いにくいので、小さくカットしたベーキングシートにのせてそのまま二次発酵させます。続いてはオールドファッション。こちらはベーキングパウダーを使うので発酵いらず。ヨーグルトを使いますが、これはパサつきを防ぐため。ザクザクした食感のためとはいえ、中がパサパサしているのはあまり好みではありません。ヨーグルトにした方が表面のザクザク感を叶えつつ、中のしっとり感も保たれる気がします。バター以外の材料を入れ、ざっくり混ぜていきます。まとまってきたら溶かしバターも加えて生地をまとめ上げます。ラップでぴったり包んで冷蔵庫で30分ほど休ませてください。打ち粉をした台に広げ、厚さ1センチぐらいまで伸ばしてから型で抜いていきます。生地が型にくっつかないように粉をつけるのも忘れずに。余った生地はもう一度まとめて再度型で抜いてください。お好みで四角く切り込みを入れておくと、揚げた時にラインに沿ってきれいに割れるので、ちょっと見た目に差をつけることができます。それではドーナツを揚げていきます。どちらのドーナツを揚げる時も油の温度は低温で、温度が高すぎると中まで火が通る前に表面が焦げてしまいます。
余った生地を油に入れて、じわじわと細かい泡が出るくらいが適温です。イーストドーナツはベーキングシートごと上げて、生地が離れてからシートを取り出してください。最後の仕上げはグレーズです。イーストドーナツにはバニラグレーズ、オールドファッションにはハニーグレーズを使います。とろみ加減はこのくらい、ちょっと固めですが、この方がベタつかずにひび割れるグレーズに仕上がります。グレーズは必ず揚げる前に準備しておいて、ドーナツがまだ温かいうちにつけてください。パリパリひび割れるグレーズとふわふわのイーストドーナツは軽い食感でいくらでも食べられそうなくらい。さらに揚げたてはもちもちなので、作ったら早めに食べてしまうのがおすすめです。いかがでしたか？両方作ってみて、お好みのドーナツを探してみてください。また、この動画が気に入ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。